はいどうも、ボブチャンネルです。今日は、えー、埼玉から、えー、これに釣られて川崎までやってまいりました、えー。お友達のプロリンを同行しました。はい、こちらが、えー、北の家族川崎ソリッドスクエア店です。はい、えー、いろいろメニューがございます、まああの。北海道がメインみたいな感じですね。はい、お通しは、えー、なんかエビ新じとかカニ新じとかそんなやつですね、はい。はい、飲み物は北海道らしく、ハスカップサワーで決めたいと思います。 はい、乾杯ということで、はい、ここから30分スタートです、はい、唐揚げまず4つ、まあ、1人2つという感じで、えー、提供されましたが、まあ、こんなのはすぐなくなりますこれをいただきつつ即注文という形でいいみたいですねはいまあ一応取ってみるとまあ残疑とは違うんでしょうね今、まあ、私残疑よく分かりませんけどもはいこんな感じです はいここに追加20個投入しましたまあこれぐらいならまあ軽くいけるんじゃないかって感じですね一応レモンだけです味は変えられるのはレモンだけでこれでまあ頑張ってまあちょっと熱いのが大変かなというぐらいでちょっと純米吟醸頼んだんですけどもちょっとすんげえノーマルなのが来てちょっと ちょっとイラッとしてますはいでさらにまたここから20個追加です計44個ですねえー、まあ、ま、やっぱりこれぐらいは軽くいける量だと思いますまだ余力ありですそしてここに最後にポテサラに松前漬け乗っかったやつが来ました以上30分ちょっとの戦いでした ちょっとオーダーミスがあったりしてイラッとはしましたけども、なかなかあの店員さんの対応は良かったと思います。今回はまあまあ頑張ったと思います。はい、ご視聴ありがとうございました。あと一件よろと思います。チャンネル登録よろしくお願いします。